と乗ってこないっていうことですからね。両足一緒にこうお相撲さんが四股踏むようにドンと落ちちゃいますからね。修正っていうのは抜けませんからね、なかなか。あれ、まあ、球のね、まあ、どういう球がね、それでもあるじゃない、一発がまだある。超えますか。ヒヤッとしました、高島も。ね、もっとボール、外にボールしてもらいたいですね。キャッチャーアウトコースに構えました。そうですね。バットバットは止まってます。おお、振ってますか、振ってます。やはりね、前に1球がね、ピッチャーにね、警戒心を起こしたんですね。これやっぱり作戦通り、振ってくれれば儲け物というのは卓球。で、あのね、スロボ球でね、今の打たれそうな感じしますよね、はいはい、球で、今自分の気持ちの中で今度はそのどういうところ投げようというね、そういう気持ちの集中力がねできたんですよね。一応最新にしておきましたか。やっと僕の開幕ですよと。今日の三振、これ高島との対決だったんですかね。そう、まあそうするにね、はい、まだ目がついていってないですね。とのホームランを争い、ホームラン争いかなり出遅れております。なるほど、はい、今はそうすると両投手が得意の状況でやってるわけですね。だんだん走りました。打撃好調になってきました。中村バッターボックス、うわ、おこれは上がりすぎました。思わず東野さんもうわっていう声です。頑張ってるんじゃないですか。ピンチヒッター小松崎です。痛烈、これも痛烈ですが、レフト線フェンス、アンパンプルフェンスに当たった。カップルに1、2列を蹴り向かう。ちょっと足が当たっちゃう、当たっちゃう、これは惜しいチャンスでした。小原をもう一度のところまで追い詰めるんですが、これ影山の足空回り、空回り、これね、よく分かる、本当によく分かります、はい、気持ちがね、はい、ベースより早く行こうなんですけどね、足がつかない、一番から始まるその中日の打線、はい、よしという気持ちで選手ずっといますよね。考えて、まあ、短いイニングの何ですか、ね、試合になるですかね。なるほど、イニングだということですね。バロヒットまだ4本してないこの杉浦なんですが、1、3本のホームラン。上原の後を抑えるかどうか。上がった時に必ずバッターもどこかは動いてるはずなんですがね、全然やっぱり動いてる。それ以降ヒットがありません、吉根監督です。時はね、はい、おそらく星野監督考えるんじゃないでしょうかね。で、送られて、これはもう打つとこないでしょう、送ってくるでしょうから、はい、送った時に、さて上原で行くのか、加工その投入してくる、この辺のところは今星野監督どうしようかなっていうんですよね、